おはようございます。岩波文庫から鈴木大拙先生の禅の思想が出版されました。この本の出版には深い思いがございます。大拙先生の没後50年の頃から大拙先生の著作を岩波文庫として復刊されることが続いてきました。その一連で禅の思想がこの度復刊されたのであります。海大を駒澤大学教授の小川隆先生が担当なされ、私がこの小川先生のご推挙によって恐れ多くも解説を書かせていただきました。この小川先生とは5年前に大拙先生の禅道生活が復刊された時に先生が解題を書かれ、私が解説を担当して以来のこのご縁でございます。その間にはこれは大拙先生の著作ではありませんが、釈宗円老師の禅解一覧講話を出版した折にも、これは私が解説を書き、小川先生には綿密な工程をお願いいたしまして、講中講記を書いていただいたのでありました。そのようなご縁もありますので、一昨年に小川先生から禅の思想を復刊するにあたって解説を書くようにとご推挙いただいたのでありました。もう平素お世話になっている先生でありますし、これまでの経緯もありますので、その時は気軽にお引き受けしたのでありました。なんとかなるだろうという実に何の根拠もなく安易に受けたまったのでありました。まあそれが悪夢の始まりとでも言いましょうか。この禅の思想は鈴木大拙禅宗にもございますけれども、私の本棚には春秋社から短著として出版されていた禅の思想の本がありましたので、これを取り出して読み返しました。この春秋社の本は伊豆山覚道先生が解説を書かれています。これ読んでみて改めて、これは大拙先生の著書の中でも難解のもの、難解なものだと再認識しました。実に難しい。これはしまった、大変な本の解説を引き受けてしまったと大いに後悔したのでした。しかしながら引き受けておいて、途中でダメですとも言われずに昨年は頑張って読み返したのでありました。単に読むだけではもう頭に入りませんので、自分でノートを作って主要な箇所を書き写しながら読みました。幸いに昨年は講演などがほとんどキャンセルされましたので、集中して取り組むことができました。およそ原稿用紙にすれば300枚ほどのノートになりました。それをもとにして解説をしたのですが、随分と苦労いたしました。完竹に汁を絞るという言葉があります。完竹に汁を絞ると。乾燥した竹から汁を絞り出すという意味でありますが、こうもまさしくそのように私のもう干からびた頭の中から知恵を絞り切って書いたのでありました。もういかにこの頭が錆びついてしまったのかを思い知らされました。そんな苦労をして書いたのが今回の解説なのであります。出来上がって読んでみましても、そんな苦労をしたほどの文章では全くないので、が改めてこの愕然としたのであります。この解説の冒頭に、この禅の思想という書物は昭和18年鈴木大拙70歳の時の著述である。その5年前に禅と日本文化を英文で出され、本書と同じ昭和18年には禅思想史研究第一を出版されている。またその明くる年には日本的霊性を刊行している。禅に関してはその思想の最も乱熟した頃であると言えよう。そんな時の著述であるのに、あるので、志村武史著、鈴木大拙随文記の終わりに興味深い問答がある。志村氏の、先生は随分たくさんの本を出していますが、先生ご自身で会心の作と思われるものはどんな本でしょうかという問いに、大拙は即座に、禅の思想と浄土系思想論だな、と答えた。というのがあると。
本書は大拙自身が自らの全思想を思うままに文字に表したものであるような思いがする。大拙の自内証とでも言うべきであろうかというものであります。もっともこの本は私の解説よりも小川先生の解題が実に深い内容であり、小川先生の思いが凝縮されたものですので、ぜひとも解題を主に参照してほしいと願います。小川先生が私の解説を読んで触発されて力が入ってしまったと語っておられましたが、これはきっと私の解説があまりにも拙いので、これではいけないと力がこもったのだと拝察をしております。打作もお役に立つことがあるのであります。小川先生の解題には大拙先生の禅の思想を書かれた経緯を次のように書かれています。これは竹内、これなんて読むでしょうかね、よしみと読むんでしょうかしら、先生の露人という書物の後書きの言葉を引用されて書かれています。大拙は当時すでに70代、召集とは無縁であったが、しかし明日の生命が欲しがたい保ちがたい環境で、これだけは書き残しておきたいと思うことを精一杯に書いたと。これは竹内先生の文章でありますが、その気持ちは大拙にとってもおそらく同じであったろう。この時期や第二次大戦の間、大拙は自分の研究と思索の頂点を表現する重厚な著作をそれこそ追い立てられるように次々と書き上げていた。中でも禅の思想は漢文原典を存分に引きながら、自身の思考を自身の用語で大変な速度を持って次から次へと述べている。大拙自身が自らの禅思想を思うままに文字に表した自内証の書と、そう横田解説が評するゆえんだが、この書き方は戦争末期という時代の切迫感と決して無縁ではなかったと思われると、こういうものであります。この禅の思想において一貫して説かれているのが無分別の分別ということであり、超個の個という思想なのであります。例えば達磨大師の著とされる安心訪問を取り上げて、大拙先生は心を2種類に分けて独自の解釈を示しております。心を2つに分ける。1つ目の心は普通に私たちが考える心であり、分別し、結局比べるという心です。分別は比較、比べることを見、比較から争いが生じ、さらに苦悩が起こってくる。要するに苦しみの根本である。それにもう一つの心は無心の心である。無心の心、これは生死の境、生と死の境から下脱していて、涅槃であり仏であるとこう説かれている。前者はこの分別結境の心を退ける。分別の心は苦しみを生み出すので、無分別の心に触れないと安心は得られない。大拙にとっての安心は分別結境を超えた知恵の眼が開けたところに得られるのである。その知恵の眼によって明らかになるのが無分別の世界に他ならないと私は解説に記しております。しかしそうかといって無分別の心になっておしまいになるのではないと。大拙は分別結境を廃しながら、分別結境を借りて頼りて、すなわちそれを媒介として無分別の身体を表現しなければならないとこ説くのであります。これが無分別の分別、超個の個になるんであります。不慮文字と言いながら盛んに文字を立てて説くのであります。またあえてもう一度分別を通して無分別を示そうとするのであります。その営みが全行為であり、全問答に他ならない。他の五六においてもこの無分別の分別を明らかにしようとしていると、こう解説しておきました。超個というのもこの無分別に他なりません。大拙先生は東洋的な見方の中で、分割は知性の性格である。まず主と客を分ける。我と人、自分と世界、心と物、天と地、陰と陽など全て分けることが知性である。
主客の分別をつけないと知識が成立せぬ。知るものと知られるもの、この二元性から我々の知識が出てきて、それから次から次へと発展していく。哲学も科学も何もかもこれから出る。この世界、他の世界を見ていくのが西洋思想の特徴である。それから分けると、分けられたものの間に争いが起こるのは当然だ。すなわち力の世界がそこから開けてくる。力とは勝負である。制するか制せられるかの二元的世界であるとこう説かれております。分別からは差別や力が生まれるのであります。差別、力、争いです。逆に無分別からは愛や祈りが生まれるのであります。無分別は差別をしないので、命を大きなつながりの中で感じます。分割して頭で理解をするのではなくして、お互いに一体感を感じるのであります。頭で理解することをやめて、お腹、腹で感じるのも、これもまた無分別であります。分割することのできない、一つながりの世界を空とも申します。大拙先生はそれを、愛の関係もというふうにも表現をされています。小川先生も、解題の終わりに、生命を創造するのは愛である。愛なくしては生命は己を保持することができない。今日の憎悪と恐怖の汚れた息の詰まるような雰囲気は、慈しみと視界同胞の精神の欠如によってもたらされたものと自分は確信する。この息苦しさは、人間社会というものが複雑遠大この上ない相互依存の網の目であるというこの事実の無自覚から起きていることは言を待たないというこの大拙先生の愛と力という書物からの言葉を引用なされております。そして今この時期にここを読み返し、私は改めて大拙の書物は死後半世紀以上経た今もなお存在一般の苦しみ、世界の苦しみ、あるいは宇宙の苦しみと共振、共に揺れながら共振しつつ、常に今日の悲劇に向かって大悲、大きな慈悲の心です、大慈悲の心です、大悲の心を説き続けているのだという思いを深くせずにはいられなかったとこう書かれています。難しい書物なのですが、もし挑戦しようと思われるのでしたら、ぜひとも小川先生の解題を読まれてから本書をお読みになることをお勧めいたします。では今日も姿勢と呼吸を整えましょう。これの大事なことは、頭であれこれ考えないということです。頭であれこれ分別をしないということが一番大切なのでありますから、どうもこの呼吸の瞑想がうまくいかないとか、昨日はうまくいったけど今日はうまくいかないとか、そういうふうにもう分けて考えることはしないです。頭にもしスイッチがあれば、頭のスイッチ電源は切ってしまって、ただこの呼吸をしていると、それだけになるのであります。足に力を入れて立ち上がるという気持ちで、お尻を5センチ10センチ持ち上げてストンと下ろします。そして肩の力を抜きます。息を吸いながら肩を持ち上げて持ち上げて持ち上げて、吐くと同時にストンと下ろす。もう一度息を吸いながら肩を持ち上げて持ち上げて持ち上げて、吐くと同時に肩をストンと下ろす。そして最初口を開いて、口から息を強く吐き出します。お腹の中に溜まっている空気、胸に抱えている思いや煩いを全部吐き出すつもりで、はぁと入って、口を閉じますと鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってきます。その時に新しい空気が体の隅々まで行き渡るのを感じながら、
ああ、嬉しいな、ありがたいな、と思わず、微笑みがこうこぼれてまいります。そしてその後は口を閉じて、鼻から息の出入りをただ見つめます。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますことをお祈りしております。